その前に今からどこ行くんだっけ？ヤッホー。ヤッホー。今日は。かぶった。スマホに怒ってるんですか？はっきりせえ。地図が読めないんか、この地図がなんかこうガク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 してるのか。どっち？お互いやな。こっちなんですか？信じて、私を。分かった。あ、みんなあれ狙いかな。焼き菓子とジャムと買いました、可愛かった。ケーキめっちゃ美味しそうだった。美味しそうだった。また今度、はい、今日はこの後があるから。なんかすごい賑わいだったね。すごい人気、なんか密かにね、ビアバーとかあるんだ。すごい。え、私たちはカフェで、はい、しょうがない。カフェで我慢しよう。でも今年も引き続き出てる。それすごい可愛い、うん、よく着てるよね。よく着てる。あのセーターはね、あのセールで買いました。可愛い。セールになる前白買おうと思ってたの。そしたら 40% オフだったの。すごい、よかったね。なんかこちらのいい感じニットと何色、これなんかちょっとグリーングレーみたいなね。可愛いね。変わった色で、レッドカードの、ね、ブラックデニムにセルジオロスのブーツ。いい。バッグはセリーナです。この見て、このウォーターのみずみずしい感じなんだけどさ、ここにチップこんな赤く染まってんじゃん、うん、だこのぐらいティント効果があるっていうかさ。あ、なるほどね。だからさ、取れてもさ、この色は残ってないんだけど赤いの。このウォーターの感じは落ちちゃうんだけど、なんかつけてる方がこの見てる色より赤い。そうそうそう、なんか表面に出る色はそう、このなんかモーブっぽいヌーディー系なんだけど、うん、そう、塗るともうちょっと赤くなる、ね、そうだよね。全色可愛かった。肌色めっちゃ明るく見える感じだった。どれも。あと何入ってるんですか、カバン。何も持ってきてないよ、今日。これ、あ、可愛い。タカトンが、お付き合いしてる時にくれたカシュウエアのさ、だから何なんだろうって思ってたの、あの頃。手袋ですか。いや、手袋なんだけどさ、スマホいじれるよみたいな。確かに。だからさ、幼稚園のあの寒い時とかはさ、使ってたんだけどさ、こんな今年まさにおしゃれアイテムになるとは思わず。でも10年前だ。めっちゃいいね、かわいいわ。アイリにも買ってきてくれて、アイリのお揃い。あら、トシコもお揃い。あと、ピンク。いや、なんと、ちょっと今日買い物しようかな。ちょっといいね、大事だよね。大事大事。百貨店でしか使えないからね。ね、ギフトカード。本当だね。なんかあんま持ってきてないな、今日。着直し用のクッションファンデー。なんかさ、リップってカバンに 3,4 本入ってる時ない？あ、分かる。入ってる時ある。最近また復活してんの、モイスチャーリップスティック 10番。おー。スックやっぱ大好き。
お直しまでいかないけどさ、涙とかでさ、あこの、うん、そう、いいハイライトとさ、影をこう作れる、お直し用にこれめっちゃいいんだよね。あとどんなシャドウにもこう締めて、ハイライトで、なるほど。今日は何しに来たの？何しに来た？おでん食べに来ました今日まさみちゃんがセレクトしてくれた、花子で見ました、はい、おでんを食べに来ました。ちょっとまたご紹介します。そうしましょう、はい、その前に今からどこ行くんだっけ？あの台湾発の、台湾にあるお店ってこと？じゃないかな、多分なんか本、あのツタヤの本あるじゃない、うん、あれみたいな感じの台湾バージョン。へえ、面白い、うん、台湾語？いえ、セレクトは多分日本の本だけど、やってること、ああいうなんか、あ、お店台湾、うん、なんか台湾のちょっと雑貨とかお茶とかあるみたい。楽しみね、初めてだね。初めて、そうね、クリニックもね、新しいクリニックも欲しいんだよな。1月6日かなから新発売で黒いバームデュオみたいなのが出た。へえ、それは買っちゃおうかな。買う、ね、じゃあそれ教えて、また。はい、行こう。ここだ、この上、ほら、なんかすごい建物ね。ちょっと行ってみましょう。どこからだろう。なんかかわいいね。かわいいね。台湾あ、なんか良さそうな台湾気分を味わってみたいと思って。台湾気分すごい。これは友達からパックも、 あとその漢方のお茶もね、うんうん、もらったりしてたから、うん、もう一回リピートしたいなと思ってて。これさ、ビープルでも取り扱ってる気がするんだよね。 あとはちょっとこれは何買ったの？結構大物食品大好きな食品買いました。食品か、なんか食べ物だらけになっちゃったけどね、はい、これまた改めてね、ご紹介しますね。はい、じゃあおでん食べに行くか。今からおでんを食べに行ってきましょう。やっぱいつも同じような場所に行ってるからね、やっぱり新しいところに行くと楽しいな。皆さんもぜひ足を伸ばして、え、皆さんもぜひ足を伸ばしてください。いや、こっちが地元の人もいるしねしました。メンバーが集まりましたね。嬉しい。いや、喜んでいただけたなら嬉しいです。嬉しいです。なんかよろしくね。よろしくお願いします。気づいてた、この箸置きもさ、おでんなんだよ。え、ほんとだ、私でもなんか違うよ。マリちゃんあれだよ、肉巻き卵みたい。あんたね、肉巻き卵、ごぼてまさみ何？卵、かわいいよ。ゆりあちゃん何？大根しみしみだ。おでんの、おでんなの？じゃがいも、どういうこと？揚げたんだ。つけてください。たっぷりって言ってたね。初めてかも、こういう。いや、初めてやがった。誰だけこの店見つけたの？花子花子や、わさびじゃない、花子やお皿も素敵だね。こんな感じも、めっちゃ美味しそうかも。ほんと、引きワインで無責任。あるだよ。以上でーす。おい、そんな風に食べるな。おいしい、これ。これ正解かな。ああ、すごく美味しかったね。ね、みんな、新しい日本橋の旅でした、今日はね、みんなどうだった？楽しかった。楽しかったね。お店が本当にいい店だ。いや、最後のね、ご飯屋さんが最高だったね、本当に。いい人だ。なんか女性が来ても、なんかちょっとこう、なんだろ
お腹いっぱいだけどこってりしてなくてさ、すごい食べやすかったね。ぜひぜひ皆さん行ってみてください。ということで Vlog いかがだったでしょうか。あの日はね、マシン年会も兼ねて、もうすっごく仲のいいね友人3人で、あの日本橋の方でね遊んだ日の様子だったんですが、まあその中でもその最後に訪れたこう台湾専門店みたいなところがとっても面白くて、あのいろいろお買い物をしてきたので何を購入してきたかご紹介していきます。こちら台湾発漢方のライフスタイルブランド、台湾では漢方イコール薬ではなくお守りとして生活に根付いているということで、いろんなアイテムあったんだけど早速ご紹介していきます。まずはこちらフェイスマスクシート購入しました。これまあ1枚から売っていて5枚セットのものの方がちょっとお得だったので5枚入りで購入してみました。これね、本当にずっとこれからもリピートしたいぐらい1回使った時の効果をすごい感じられるものです。あの1枚が高いので日々の中で使うっていうタイプのものよりはちょっと肌をしっかり元気にしたいとか、あっちは特別なことがあるっていう日の前日に使ったりとかするようにすごくいいパックだなと思います。この美容液がトロッとしていて肌にのせるとこうなんだろう、肌がもちもちギュって感じで、なんかすごくこう張りも出てねいい感じになるのですごい好きでした。このフェイスマスク自体がこうシルクみたいに本当に薄くて肌にぴったり馴染むので繊細な感じがして良かったです。ただこの本当に保湿力があまりにも抜群すぎて結構ペトッとするような美容液なので、朝の使用よりは夜の方が私は向いているかなと思いました。これはねリピートしていきたいと思います。続いてはねこちらの漢方の入浴剤購入してみました。結構こうインナーケアを心がけているみんなと話していると、飲むものとか食べるもの、あとはデリケートゾーンケアとかね頭皮ケアとかいろんなところで今使うものこだわっている方多いと思うんですが、その入浴剤ってこう本当にいろんなものを吸収してるよねっていう話をみんなとしていた時に確かにと思って、結構こう着色料みたいな鮮やかな色のね入浴剤とか世の中にたくさんあるので、ああいうものって肌もそうだし、まあデリケートゾーンからとか、まあ、いろんなところから吸収してしまっているなって思っていて、最近入浴剤にさらにこうこだわろうかなというか、そこにちょっと贅沢しようかなっていう思いがあったので、こう体質改善したかったりとか体をより良くしたいって思う方にはこういうね漢方の入浴剤すごいいいんじゃないかなと思ってお試しで購入してみました。これがねやっぱ漢方ってお安いものじゃないので2袋しか入っていなくて、もうちょっとね何回も使ってこう自分に合う合わないとか良かったとか知りたいなと思ったんですが、よかったらこうちょっと体調が優れない日とか、例えば生理前とか自分の体調に合わせてこうセレクトして使っていくっていう方がいいかなと思って一旦2袋で購入してみました。これをね使うのとっても楽しみです。はい、そして最後にこちらビギナーセットということで、どれを買っていいかまずわからないっていうことがあるなっていうのと、例えば食べるものとか塗るものとかってこう大容量で先に買ってしまうと自分に例えば合わなかった時に使わないっていうもったいないことになってしまうと思うので、私もちょっと最初にこのお試しセットでいろいろ使ってみてよかったらその大きいサイズを買おうかなと思って、まずこちらのアイテム購入してみました。これねビギナーセット for girls day ということで、女性にはね生理があってこう1ヶ月のね周期っていうものがあると思うので、それに合わせて自分の体調を整える意味で使うものになっています。アジアンスーパーパウダー、こういうねインナーケアのパウダーのものが2袋、あとはねこれ以前友人にももらってすごい美味しくて飲みやすくてね良かったこちらのイートビューティーというね、これを自体にお湯を注いでじわじわ蒸らしてドリンクとして飲むんだけど、最終的にこちらがね食べれるようになっているというね、飲んで食べて内側から綺麗になるアイテムです。
あとこちらは体を温めるものかなと思います。こちらもね、2袋入っています。こんな感じでお試しセットで購入してみました。こちらがね、このデイリリーで購入したアイテムになります。あとは食品と書籍がたくさんあったり、あとはこう中国茶、漢方茶みたいなものがたくさんあったんですが、こちらでちょっとね、食べ物を購入してきました。本当は調味料をたくさん買いたいなと思ったんだけど、やっぱ台湾料理は私馴染みがないので、スパイスなものとか、ちょっとよくわからなかったのと、お菓子もちょっとあまり甘いスナック菓子とか食べないので買えなくて、あの私のね、生活の中で大好きなアイテム、こちらラーメン購入してみました。じゃあまずこちら、このこれはもう本当にあのお店の中で大きく載っていて、台湾ではもうメインのカップラーメンだそうです。このカップラーメンのすごいところが、このお肉がゴロゴロと、もうレトルトで入っているんですって。なので、これ値段ちゃんと見ないで買ったんだけど、500円以上しました。びっくりしました。なので、こんな感じの、カップラーメンと、あとやっぱね、台湾料理結構麺有名なので、はい、こちらも購入してみました。こちらが辛いチリオイル混ぜ麺。こちらがネギオイルソース混ぜ麺です。はい。私ね、生粋のラーメン好きです。もうラーメン大好き。で、即席ラーメンは普段そんなに食べないんだけど、こういうちょっとこう、イベントっぽくして食べるのはすごい好きなので、こんな感じでね、インスタントラーメン、たくさん買ってみました。はい、ということで、以上が私の今回、あの、日本橋で購入したアイテムのご紹介でした。Vlog と合わせて最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。